校内補修前の竹部駅駅舎竹部駅は、岡山県岡山市北区竹部町中田にある、西日本旅客鉄道津山線の駅である。駅舎は、国の登録有形文化財。相対式ホーム2面2線を持ち、行き違い設備を有する地上駅。地元市民による、新駅開設運動によって集まった、寄付金で建設された駅である。 開業以来の木造駅舎が残り、2006年3月には、国の登録有形文化財となった。映画監督の今村昌平がこの駅舎を機に、入り、映画、肝臓先生のロケ地ともなった。交換設備は、国鉄末期に撤去されたが、津山線高速化事業により復活した。駅舎反対側のホームには、待合室が置かれる。駅舎側の2番線を、 上下本線、一番線を上下副本線とした一線スルーとなっている。男女共用の推薦式便所がある。岡山駅管理の無人駅である。かつては、管理委託駅であった。1日の平均乗車辞任は以下の通りである。2007年12月5日より、駅舎の長期的な保存を目的として、痛みの激しい瓦や外壁などの箇所を補修する。 工事が行われ2008年3月27日に完成した。工事中は駅舎に仮囲いが施され入場不可能となり、利用者は駅舎と便所の間に設けられた仮改札口を通行してホームに入っていた。また、出札窓口も便所の前に仮設のものが設けられていた。ありがとうございます。